皆さん、こんにちは。立憲民主党の蓮舫参院議員が7月7日投開票の東京都知事選に出馬する意向を固めたことが明らかになりました。ネットでは関連ワードが次々とトレンド入りし、期待と反発が入り乱れました。蓮舫氏は27日 X に、今日14時から会見をします。今の私の考えと思いを語りますと、27日午後に記者会見を開き、正式に出馬表明することが明らかとなりました。知名度が極めて高い蓮舫さんの出馬報道は驚きをもって受け止められ、 X では都知事選蓮舫さん、立憲蓮舫議員、午後会見蓮舫東京都知事、小池百合子といったワードがトレンド入り。支持論としては、めっちゃ期待する、小池百合子には最高の対抗馬が来た、高騰の党首やってたこともあるし実務能力もある、少なくとも蓮舫都知事の方が小池氏よりも誠実に都政に向き合ってくれるに違いないといった声もが上がっています。蓮舫氏は無所属で立候補し、立憲民主党と共産党が統一候補として支援するとのこと。現職の小池百合子知事が参戦を目指す中、野党が蓮舫氏を擁立することで都政の刷新を図りたい考えのようです。そんな蓮舫氏は1967年東京都生まれで、台湾人の父と日本人の母を持つ、いわゆるハーフです。幼少期をアメリカで過ごし、帰国後は芸能活動を経験、タレントやニュースキャスターなどを務めました。政界入りしたのは2004年の参議院選挙、東京選挙区から立憲民主党公認で立候補し、トップ当選を果たします。その後、旧民主党政権下で行政刷新担当相に就任、事業仕分けで話題となった世界2位じゃダメなんですかという名言も、蓮舫氏の発言に対して攻撃的な印象を持つ有権者も多いようで、勘弁してくれ、東京が終わるぞ、人を攻撃することしかできない人が行政できるとは思えない、トップには向いてないなどと、アレルギー反応を示す書き込みも目立っていました。2016年には野党再編の動きを受けて民進党の代表に就任、野党共闘を掲げ安倍政権との対決姿勢を鮮明にしました。都知事選をめぐっては、立憲民主党と共産党が小池知事を厳しく批判する構えを見せています。今年2月からは統一候補の擁立に向けて水面下で協議を重ねてきたとされ、複数の候補者に出馬を打診、その結果蓮舫氏が名乗りを上げる形になったようです。ただ蓮舫氏をめぐっては、過去の国籍問題が再燃するのは必至、台湾籍と日本国籍のいわゆる二重国籍状態を30年以上にわたって放置していたことが2016年の民進党代表就任後に発覚しています。当時日本国籍の選択宣言をしたのは17歳の時だったことを蓮舫氏は公表、ところが台湾籍の離脱手続きは2016年9月まで行っていなかったのです。日本の国籍法では、外国籍と日本国籍のいずれかを22歳までに選択しなければなりません。にもかかわらず、蓮舫氏は二重国籍のまま参議院議員や行政刷新担当相を務めていたことになります。法の定めに反し二重国籍状態を長年にわたって放置した蓮舫氏の資質が問われる事態となりました。蓮舫氏は二重国籍問題について、台湾籍の離脱を怠っていたことを認め、深く反省していると釈明、野党第一党の党首として説明責任を果たすためなどと理由を述べ、戸籍謄本の一部を公開しました。しかし、国会議員でありながら国籍法違反を犯していた事実は消えません。この問題が都知事選の争点の一つになるのは間違いないでしょう。ちなみに蓮舫氏を民主党から擁立した鳩山由紀夫元首相は、二重国籍問題をめぐる蓮舫氏の言動について、どうも正直ではないとの見方を示しています。また民進党の有田芳生参院議員が蓮舫氏の戸籍公開を求める声を差別だと批判すると、橋下徹氏からダブルスタンダードだと猛反発を受ける一幕もありました。そんな二重国籍問題をはじめ、蓮舫氏の政治と金をめぐる疑惑も浮上、
政治資金の使途に私的流用の疑いがあると週刊誌で報じられたのです。具体的にはヘアメイクや洋服代などを支出していたとのこと。政治資金の私的流用が事実なら公職選挙法に抵触する可能性があります。都民ファーストの会から出馬する小池氏に対し、蓮舫氏は無所属を看板に掲げる構えです。しかし蓮舫氏には国籍法違反という重大な前科があることを忘れてはなりません。加えて政治と金の問題もクリアしなければ都知事選での訴求力は弱まってしまうでしょう。一方の小池氏にも火種はあります。過去に記載したカイロ大学の学歴に詐称疑惑が持ち上がっているのです。小池氏の公式プロフィールにはカイロ大学大学院修了とだけ記されており、肝心の修士号取得への言及がありません。大学院を修了しただけで学位は取得していないのではという見方が出ているわけです。仮に小池氏の経歴に疑義があれば、蓮舫氏と同様に詐称の批判は免れません。となれば都知事選は二重国籍対学歴詐称という候補者の信頼性を争うネガティブな選挙戦になりかねません。そうした属性論争に終始するのは有権者にとって不毛でしかありません。争点はあくまでも東京都の課題解決に向けた政策のはずです。例えばカジノを含む統合型リゾートの是非、小池氏が誘致に前向きな一方、蓮舫氏は白紙撤回を主張しています。 IR をめぐってはカジノに伴うギャンブル依存症などの弊害が指摘される一方、経済効果への期待もあります。日本の玄関口である東京にカジノを解禁すべきかどうか、都民の意見は大きく割れていると言えるでしょう。コロナ対策や医療体制の強化、少子高齢化への備えなど直面する課題も山積みです。 AI やデジタル技術を駆使したスマートシティ構想をどう進めるのか、2040年問題を見据えた都市インフラの維持・更新をどうするのか、待機児童の解消や保育の質の向上にどう取り組むのか、気候変動を見据えた環境政策をどう打ち出すのか、東京を世界に誇れる都市にしていくためのグランドデザインが問われているのです。そして何より、国政とは質の異なる都政のプロとしてのリーダーシップが試されます。都議会との対立も辞さないという蓮舫氏、都民ファーストの会を率いる小池氏、知事と議会の関係をどう築いていくのか、都政の舵取りには強いリーダーシップと同時に調整力や柔軟さも求められるでしょう。3度目の都知事選への挑戦となる小池氏には変えてきた実績を訴求する動きがあります。一方の蓮舫氏は未来を変えるを掲げて都政の刷新を印象付けようとしているようです。ただ女性初の都知事を狙う蓮舫氏が具体的にどのような新しい都政を描いているのかはまだ見えていません。有権者の審判はそのビジョンの明確さにかかっていると言えます。数々の攻撃的発言で話題を集めた蓮舫氏でしたが、プレイベートに関しては27年間生活を共にした夫との離婚で話題を集めました。蓮舫氏と27年連れ添った元夫の村田信之さんは取材に、いいことだらけで楽しい毎日でしたと結婚生活を振り返っています。蓮舫議員と村田さんは1993年に出会い、同年8月に結婚、97年には双子の男女を出産し、長男の村田凛はアイドルグループに所属。離婚の一報を受け、ネット上ではついに捨てられた旦那、夫を人間扱いしてない、ようやく解放へ、夫はよく我慢したなど蓮舫氏に対する批判とも取れるコメントが殺到していました。しかしその一方で、蓮舫氏は週刊誌の取材に対して円満な協議離婚であると主張、離婚を自ら切り出したものの、今も連絡を取り合うほど仲がいいと話した。離婚の原因、今後について村田さんは、いいことだらけで楽しい毎日でしたと話し、蓮舫氏は人生観の違いを理由に離婚したとしています。これに対し村田氏は、その通りだと思います、離婚の原因を価値観の違いだと誤解する人もいますが、そもそも価値観の違いは出会ったその日から存在するものです。そうじゃないと多様性が失われてしまう、
価値観ではなく人生観の違いで彼女は別れを決意したのでしょうとコメントしています。かつて蓮舫議員からペット以下の存在と言われたこともあり、それが離婚の理由の一つかもと憶測を読んでいた件に関しては、その言葉はいわゆるパパのお箸でご飯を食べたくないだとか、衣類を一緒に洗濯したくないといった類のものではありません。あえて言葉にするなら、私の家庭内でのポジションでしょうか、要はいじられキャラなんです。あるコミュニティの中でしか通用しない感覚ですので、これすらも正確には伝わらないと思いますが、例えば結婚する前、彼女に芥川賞を取るから結婚してくれと伝えたことがあります。若さゆえの万能感で言ってしまった言葉ですが、結婚後もいつ取るのと彼女からよくいじられ笑い合いました。つまりそういう関係なんです。ですから私としてはペット以下と言われても全然嫌じゃない、そう語ったのです。対照的に東京を離れて新しい生活を始めた自身と、国会議員として東京に泊まり続ける蓮舫氏、そこから生じた人生観の違いが別れにつながったようです。都知事選という新たな挑戦に向けて蓮舫氏なりの覚悟があるのかもしれません。しかし有権者が問うべきは蓮舫氏個人の人生観の変化ではありません。1400万都民の生活をどう守り、希望をどう紡いでいくのか、その道筋を明確に示せるかどうかが何より重要なのです。7月7日の投開票まで論戦から目が離せません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。